やっぱり感情がポイントなんだね。何かにつけて100万円あるからとか言ってたら、本当に100万円が入ってきた。びっくり。継続は力なりだね。引き寄せというか、意識の力って強すぎる。いいなあ。お金の引き寄せやってるのに、芳しい効果がないです。自分の心を本当に喜ばせるために使ったお金は返ってくるというので。本当にしたいこと欲しいもののためには、お金を惜しまず、また帰ってきてね、という喜びの波動で送り出していますが。残高減るばかりで帰ってこないです。それどころか収入は去年より減りました。このまま続けていいのか不安になります。喜びの波動で送り出してるって書いてますが、文章を見る限りそんな波動は出ていないかな。自分の欲しいものは買うというのは、無駄なものを買うではないよ。どうしても必要なものを買うという意味。それは喜びになるし、自分の身になるっていうこと。不安になるなら、今のあなたには本当は不要なんじゃないかな。使ったお金は返ってくるということを心から信じていれば、そもそもこんなことを書かないのではないかなと思います。本当に戻ってくるのかな、という疑いや不安があるのに、それに目をつぶってる状態なら、その疑いや不安の状態が続きますよ。もしお金をキープする方があなたが安心するなら、そっちを採用すべきだし、その時々で安心感のある方を常に選択したらいいのでは。私はいつでも買えるけど、今買わないだけと思っていて、欲しいものがあってもその時は買いません。でもそれが手に入ったらいいなって思ってると、思わぬところからお金が入ったり、人からいただいたりしました。お金を使った時に不安が少しでもある状態なら、買えるお金を引き寄せてから買っています。そういう方法もありますよ。見たい世界だけを見る、こうありたい自分の姿だけを思い浮かべる、そういうシンプルな考え方をすればいいんだろうなぁとは思うのですが、もっと仕事がちゃんとできるようになりたいです。でも現実はボンミスが多く、理解力が乏しく、周りと比べて劣っているのを日々感じているため、どうしても現実を見てしまいます。お金が欲しい、彼氏が欲しい、丸々な条件の仕事が見つかるなどは、望む世界を見ているだけでも引き寄せられそうな気がしますが、能力的な問題でそうありたい世界があるときは、引き寄せは難しいのでしょうか。逆です。ボンミスが多く、理解力が乏しく、周りと比べて劣っているのを日々感じているから、ボンミスが多く、理解力が乏しく、周りと比べて劣っているように感じる現実が用意されてるだけですよ。仕事ができる人でもボンミスはするし、理解が及ばないこともあるし、周りと比べてしまうこともあるでしょう。能力的な問題としているのは自分ということに気づいてください。そもそも傍から見ていて、きちんとした文章を書かれていますし、能力的な問題を感じませんよ。そうそう、他の人も書いてるけど、しっかりした文章だし、劣ってるとは思わないよ。周りが優秀な人が多いところで働いてるのかな。完璧主義ですか？それが悪いとは言わないけど、もう少し気楽に考えたらどうだろう。仕事も人より時間かけなきゃ覚えられないし、まあ年のせいもあるけど、だからといって自分が劣ってるとは思わない。そう思ってるせいか、仕事や人間関係はすこぶる順調。これに関して特に引き寄せ的なことはしてないけどね。私は非正規ですが、正社員の人の仕事ぶりはもちろんのこと、同じ非正規でも周りに活躍してる人がたくさんいます。ミスだらけ、何をしてもダメというわけではありませんが、毎月ある表彰制度で組織貢献をした社員として選ばれることも一度もなく、同じ頃入社した人たちはサブリーダー職に就いたり、後から入社の人も能力を買われて、たくさん仕事を振られていたりして、私は仕事ができないと常に萎縮している気がします。自分をどう見ているかというのがまさに私の現実なんですね。
仕事ができない、理解力が乏しい、私はこんなにも劣っている、という意識が現実を作っているのですね。現実に引っ張られすぎないコツはあるでしょうか？まず人と比べるのをやめるべきだね。それと、毎日仕事してて立派だなーって自分のことを褒めてあげるべき。ちゃんと決まった時間を働いて、お給料もらってて偉い。って、実際に素晴らしいことだよ。あと頭の中のエネルギーがいろんなところに飛んでる感じがするかな。まずは頭の中で、今、ここって唱えて今にとどまってみて。何も困ったことは起きてないし、自分は安全だという感覚が思い出せるよ。安心できれば、自分の力をもっと信じられるし発揮できると思う。安心して生活が楽しめる現金が欲しい。お金の余裕からいい仕事ってつながると思うんだよね。引き寄せるしかない。引き寄せよう、信じよう。もう人生明るくありたいんだ。現金の引き寄せか。私の場合、お金に関しては好きなものポンポン買ってるような時の方が流れが良くなったかな。身の丈を著しく超えたものじゃない限り、好きなものは変えて、したいことはできるという思考でいたのね。今考えたら何の根拠もないのにね。しかし、世間の情報を収集したり、ファイナンシャルプランナーさんの本を読んで、収入が減った時のために生活レベルを落とすことになれないと、とか思うようになって、残高を気にしたり、今後を心配したり、お金なくなったらどうしよう、とか思い出したら、余計に入ってこなくなった。お金だけでなくて、他の願いや毎日の生活でも、自信持っていい気分の時はうまくいってる。やっぱり感情がポイントなんだね。同じ人がいた。そうなんだよね。自分が必要とすることや物を手にしていったら、最初はお金なくなることに恐怖だったけど、だんだん慣れてきて満足度がかなり高い。気がついたら後からお金が来る感じ。あと、親しい人にプレゼントしたりすると、また巡り巡ってお金が入ってくるのも分かってきた。一定の貯金とか投資とかに回すお金は決めておいて、それ以外のお金には関心を向けすぎないようにしたら、じりじり増えてきてるわら。お金持ちに共通する点を調査したら、どのお金持ちもあることが共通していたそう。それは、トイレがピカピカ、金ピカだったのです。お金持ちになりたかったなら、皆さんトイレをピカピカにするのもいいですよ。ってテレビで言ってた。実際、夫の実家って高所得者なんだけど、義母がまるっきり掃除苦手で、自宅はごちゃごちゃしてるよ。トイレはお世辞にも綺麗とは言えない。自分は掃除するとお金回りが良くなるんだけど、気持ちがすっきりした感情からなのかな。なんだかよくわからない。私は親戚 A と B がかなりのお金持ち。 A の家は家が全体的にバッチリ感じだった。玄関ももちろん、トイレもキッチンも。 B の家はあちこち全てがピッカピカだった。どちらも異様に夫婦仲はいい。だけどバッチリ A 家はとんでもない事件に巻き込まれてしまった。あまりにひどいし、書きたくないから書かないんだけど、やっぱり掃除はした方がいいのでは？と思ってる。やっぱりご先祖様とかに守ってもらえるからって思う。ただ、金運については関係ないかなと思うね。私もトイレ掃除が金運にいいと聞いて、毎日やってた時はさほどお金入ってこなかった。自分の意識を変えた方がお金が入ってくるようになったよ。お金に関しても幸せに関しても条件はいらないのかもね。ただ私は運がいい。私はお金が入ってくる、幸運がやってくる、恋が叶うって思えてるといいかも。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。